あちちちち、ジゲーム、ジゲーム、来い、煽り来い。おはようございます。というわけで本日は岐阜県羽島市にございますコンコルド777岐阜羽島駅前店さんで実践。皆さん何を言ってるんやろうなと。あ、やっぱ絆2が人気やね。あと番長もちょっと埋まってるか。やるか。じゃあ空いてたんで、まあ、とりあえずやってみましょうか。はい、というわけでおはようございます。東西街道連の芝生です。本日からコンコルド777岐阜羽島駅前店さんで2日連続実践。まず朝一取らせてもらったのは窓2判別して、ダメそうなら移動と、まあ、まだ明日もありますんで、ですが今日の方が長く出るんで、今日あの台がいい設定やったりとか、この後もし悪い設定やったとしてもいい台積もれるように頑張ります。いきます。オレンジとはオレ流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。というわけで朝一取らせていただいたのはマドカマギカ2と、朝一はね絆2とかサラバンとかも視野に入れてたんですけど、角の絶好のポジションのマド2が空いてたんで、とりあえずこいつからやっていこうかなという感じでございます。朝一の状況からいきますと、絆2が全埋まり、聖夜も全埋まりで、マド2も全埋まりで、ギルクラも全埋まりというわけで、朝一はギルクラが一番埋まるの早かったかな、時点で聖夜で、まあマド2っていう形ですかね。なんでまあ狙い的には悪くないんかなという、前もねもしかして設定入ってるかもっていう部分の台は多かったんで、ちょっとね頑張っていこうと思います。それでは行きましょう。怒涛の2日間怒涛の2日間実戦ファーストレバー、はい、やっていこう。ちょっと早く見切ってもいいかなと思います。いつも見てる感じやとこれぞ設定6みたいなグラフはないんで、そこをどう見極めてやるかっていうところにかかってるかなと。今日いかにプラスを多めに取っといて、明日いかにマイナスを少なくできるかっていうところ。何これ、お、追加から発展、あら、直撃や、いいのこれ、放送事故じゃない。ビビった、69直撃 ALT、 4か6やな、もう個人的に言うと、マジか、変な感じになるやんけ。まあいいやな、こうなったらボーナス終了後の画面で5、6角出てほしい。はい、行きましょう。マギクエドエス白おおトゥーザマミさん、あの完全に地獄や、これなんぞや。ホームさんエビバーディ MQ でござる。はい、白マミちゃん、よし、マドカー、マドカーちゃん、最近ずっとあなた外してるからね、行くぞ。はい、油断、よし、オーケー、油断、もう悪魔が来ているけどね、3桁の手下俺は怖くない。いやいや、ごめん、怖い。そして終わる。はい、110ゲーム、さっきの5ゲームの分の跳ね返りがやばい。おらららら、天狗グループしてる？いますね。おら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 、天狗グループしやがったぞこれ、何も引いてないから。はい、白大いきなりレア役ジャクチェリーでござる。そろそろベルいっぱい来ても俺はいいと思うんやけどな。よし、追加、よし、私がやる、スイカ、うん、やあ、オッケーオッケー、十分、今日マギクエ先生うまいな、あの完全に地獄やこれ、なんぞや。お、京子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 チェリー、ドン、ボーナス、ヤマン、ボーナスです、京チェリーから、ALD 中に京チェリーから移植。おー、指でこすろう、
プラスが見えてのどうなる何ゲーム50ゲームだ。スイカかな。スイカ熱い。次ゲームに期待しよう。おっとボーナスですか。ボーナスです。やっぱりアイスワッカです。はい、というわけで朝一まさかの直撃から始まった ART は365ゲーム消化の990枚とつながってね、こんだけ出てくれたんはハッピーなんで、4か6なんではないかなと。まあ2の可能性ももちろんあるしね、多設定でもいきなり飛ぶってこともあるんで、4と6の可能性が今高いんかなって感じ。ただ4も6も結構回さないとね、その区別がつかなくなっちゃうんで、早い段階でジャックチェリーが一発飛んでくれたら6やなって言えるんですけど、もうちょい長く回すことはほぼ確定しちゃったんで、4なら適度なところで見切りたいかなと思います。6なら閉店間近まで打ちたいかなと思います。これ以上関わり合いをホームさん、京子さん、そしてレア子役、なんかもったいない気がする。間違いなく確定だね。これで当たりやがったな。801ゲーム。いやー切ないわ。ここまでハマって、しかもチャンスのおったっぽいもんな。まあ、先のスイカでしょうね。そうよ、ちょっと無理がある。あー奇跡に近い何かを信じたい。くっ、あー当たった当たった当たった、本日2回目、アップないないない。サクッと終わりましたね。チャンス目 A からだけの上乗せで終わりです。強チェリー、はい、40ゲーム強チェリーから移植。赤よっしゃー、セーブじゃー。はい、何も起きず110ゲームと引き続いてるんでね、駆け抜け終了ですわ。おお、あっつつつつ、チャンス目 B、 瞳ありがとう。ボーナスであろう。25ゲームです。ボーナス当たんねんけどな。タイミングよ、タイミング。よし、流れがそこまで来ており、マッスル今度こそイラティエル。はい、横コーンのみ。チャンス目ですね。嬉しおすえ、この50ゲームは特大級に嬉しおすえ。はい、終わりました。240ゲーム消化740枚、繋いでくれてありがとうございましたという形ですね。こっからハマってほしくないなと。次でワンチャンボーナスで汚れ放出してもおかしくないんで。行きました、582チャンスの。おーおっ、満月イカつき。これ外れたら心がちょっとすさむ。はい、オッケーベビー、年1万円ジャスト。いやもう駆け抜けんとってくれ、そろそろマギックエぐらいはさせて。オッケー、よし、上乗せ。すげー、ボーナス違う。よーよーよし、にクラックエアルティチュー割れる。よし、誰が出てくる、それ次第や。来い、マミさん。やっぱ4っぽいなと思うわけでございます。とりあえず投資した枚数だけでも家から返せ。何ですか、スイカ。お、カットに入ったけど。よし、あちちちち、次ゲーム次ゲーム来い、あおり来い。2020年一発目のワルプルギスっぽくかもしれへん。おお、ゾウ様。いやもう軍やん、ほぼ。これは行ったやろ、カラクリサーカスや。はい、なんで、あ、大丈夫、いっぱい。あれちょっとやめて、させ嘘。うわー、うわー、
English Japanese slot Speak English Japanese slot Oh my god、はい、言ってませんでした。215ゲーム消化459枚と投資が1万円で46枚貸し出しなんで1枚足りず切な攻めるか全のまでしたんでいきます。2万ぐらいまでなら回収の目処立つでしょう。追加からかな。チャンス目引いた後なんでもしかしたら超高額上がってたかもって感じ。誰ナミさん出た。ああここでレア500やんけっダジャクテリックか。あまたレア500追加当たっとけ。よっしゃーエアルディア1万2000。おーでもいったマギかっこいい。そう神経を集中させる。いくぞ後ろ。おーマミさんうわ早い。これしかねえぞ。よしもう一個 I love you forever キュノスケ。おー今度はダブルサヤか。左手よし左手よしうまっ。ようやく流れがこっちに来たな。大事なところまで左だと飛ぶ。はい耐えるんだってよしよっしょ。いけんまどかちゃん。うわしかしさやかちゃんのおかげで立ち上がる。あの強子取れるかどうかでかなり話変わってくるぞ。ここやな。過信しすぎた男の松野。よしでもバーサス当たってきた。バーサス取られになったら生き地獄。いいけんよし行ってこい。ごっこーごめん。はい45ゲームフランマジックへ入れたかったな。105ゲーム253枚で終了です。追加119。君の願い教えてごらん。激アツあるやんけ。およ発展当たりました。追加からかれた。よし ARG そろそろ見せ場が欲しい。僕以外の台全部プラってるはず。今日どないなっとんねん俺の引き。頼むよテイよしテイテイテイ。おおいしゅうございます。岸朝子です。まどかの応援を手にしたさやかちゃんは強いぞよ。負けるんじゃないよ。うそやん。よし行くぞマギクエ今度こそぶっ壊す。いけマギクエスト。卵アイスゾーン。よし私がやるぜ。はい赤ハテナマス。その前にさやかちゃんゲッチしたい。はいマミさん取って後ろの赤も行くぜ。よしもう何も怖くない。キューベ京子京子わお超えろ。よしうわなんでそれで出てくるんじゃい。はいにゃー75ゲーム、アベレージは上がってきてる。お単独はい、単独紫繋いでけ、投手が1号やからはいわー、ミスった。おー、でも乗った。目押しミスしてなければ俺的にも嬉しかった。おー、まどかこれはジャクチェリーで。おぉしてもいいかも。1名リプレイだ。まあリプレイ当選かな。はいはい。おぉジャクチェリーで上乗せ。
弱者からの煽り全然外れるんでね。言ったわ。この運命的な出会いのマギクエはいつも同じようなこと言ってる俺。とりあえず頑張ろう。ヘイ。ヒロ。ナミちゃん。ここまで耐えてほしかったな。よし、威嚇成功。よし。いやー終わった。50ゲーム。アベレージは良くなってる。完全に。しかしなんかこう絶対事故るやんけっていうゲーム数は乗ってない。これでプラテンしたんですけど、絵面が地味。いやー。はい。275ゲーム消化の840枚で終了です。確信を持ってこれは設定4やなっていう感じですね。僕からしたら特定ボーナスが今4633回出まして4回1250分の1ぐらい合算値で、でセリフも18回ボーナスいて高設定示唆系が3回、うち1回が強いのと何も示唆なしが結構出ちゃってるんで、これぐらいの確率やとやっぱ4やなっていう感じですね。ちょっと衝撃当たらなさすぎてるんですけど、さすがにチャンスゾーン結構いってるんでそこがいい要素やけども、他がついてきてないってことはまあ6ではなく4なのではないかなという予想でございます。やめてもいいんやけどな、正直。どっちなんだい。追加50ゲーム絶叫チェリー。あーこれ手前の追加でチャンスを言ってた 20% でキューベイチャレンジ、ボーナスの方でした。69ゲームいった。まあとりあえずチャンスゾーン16ゲームから誰ですか。マーミーさん、はい、レインボー、はい、32ゲームから ART。 お、よっしゃー、マギクエ 1ART にマギクエ一発ついてくれば楽しさも出玉も倍増。いこう、ベイベイ、シロイロ、あー強固、あーいいね、うわっ、ふざけんな。オッケー、2回目、はい、32ゲーム赤、よいしょ、マギクエゲット。さやかさんが2マスいるから、そして1匹目の使い魔は撃破確定やから、しかもその後まだマギクエも出てくるから、こいつはお祭りの予感。わっしゃいわっしゃい、取ろう、よし、いやもう一つ、いやよし、さあ卵アイスを超えた先にブラックサンダーがおる。よし、おお、ホームさんチャンス目 B。 あー超えろ、超えない、取った取った取った、取れなかった。よっしゃ、うわ、喜びもつかの間、取れ、よし、チャンス目 B や、ボーナス、あーボーナスやったらバーファス確定やったな。はい、怖い、残念、100点いきます、白、うん、いやまあ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 、でもやっぱアベレージはいい。はい、結局あの後は上乗せ引けずというわけで205ゲーム消化の677枚で終了です。ちょっと回してたんですけど、まだ時間があるんですけど、やっぱりその設定4でしょっていう台をこれ以上打つのはちょっと自分の中では違うなって思いましたんで、まあ今日はここら辺でやめたいと思います。なんとかね4打てたからこそ今プラスで入れたんで、まあ明日もあるんでとりあえず店内チェックしていきたいと思います。僕の台がこういう感じです。プラスで終われたんでよかったっすね。こちらの方の台も、直撃ラッシュ確認と
結構いい感じでした。でこちらの方の台も朝一からずっと粘って張る方で出玉をがっつりと取って張る。でこちらの方の台はちょっと苦しいんですけども、今打ってる方に変わられる前まではこういう感じでプラスやったんですけど、最終的にちょっとゴリッと落ちて苦しい展開って感じですね。ここ全部4まであり得ると僕は思ってます。まあ全部4なんじゃないかなっていうのが僕の予想ですね。花火はこちらの方の台は割といいですよ。ビッグ18のバー13で合成が153でもちょっとバーが少ないんですよね。まあグラフはプラスなんですけど、バーサスもね僕結構騙されるタチなんですけども、前任者の方もやめられてるんでこんな感じです。グラフはこれは売ってもいいかもしれないんですけど、ちょっと収録外のところでバーサスでちょっと苦い思い出があるんでごめんなさい。ゴージャグすごい、17の20、合成121分の1。ゴージャグ結構いいんですよね。ビッグ14回のバー20回、隣の方の台は99分の1もなったという。こちらの方の台も割と良さ上げ、バーが267分の1。こちらの方の台なんかは3892回で回してビッグ23のバー18と、ゴージャグ強いな。おい、番長はこの台がやっぱ一番良かったんで、ゴリッと出たところでやめられてるんで、もしかしてここあるかもしれない。サラバンはね売ってる人にしか分からないものがあるんで難しい台なんでね。黄色からこちらの方粘られてますけども、あるのかな、どうなんやろ。花花コーナーはやっぱり中間が多いイメージ。今日はねプラスで終われたんで、明日もこの流れに乗ってプラスになって2連戦締めたいと思います。頑張りましょう。お疲れ様でした。というわけでコンコルド777岐阜羽島駅前店さんでの1日目の実践終了しました。結果です、投資が15,000、46枚貸し出しのお店なので690枚で、回収がね結構ありました、1,433枚。というわけで初日はプラス743枚となりました。おいし、初日のねエンディングがもう別撮りっていう形なんですけども、実はね2日目も結構な撮れ高がありまして、でちょっと分けるぞと言われたので動画をこうやってまた別撮りになりました。中身がねおそらく4でしょっていう形でした。まあ直撃ラッシュ1回 でジャックチェリーが2と3の間ぐらいの確率だったんで、まあ4かなーっていう、まあ直撃ラッシュ1発と、であとチャンスゾーンの入りが結構良かった。で最終的に得点ボーナス5回で5000回転、まあ1000分の1ぐらい、ジャックチェリーとかチャンスゾーン1発も飛んでたらもっと粘れたと思うんですけど、5000回転以上疑わしくば次の日もあるんで、プラってるうちにやめて、まあ2日連続勝つっていうのはなかなか難しいと当時の僕はね思ってたので、初日はとりあえずプラスで終わりしたいなっていうところがあったのでやめた次第でございます。なんか見せ場がさないっていうのがね、これ熱なところがね全くなかったんで、ちょっとそれだけいただけんなと、まあガンガン僕の中で窓2の自分の取れ高のハードルが上がっていってるのが問題なんですけども、というわけで今回の動画もうほんま何も見せ場ない窓2ですけども、まあ面白かったなとかセブンズ TV 応援したいというお気持ちがございましたら、ぜひ動画の方にグッド、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あと僕の Twitter の方もフォローしていただけるとありがたいでございます。というわけでね2日目これがねなかなかまた奇跡的な動画になってますので、初日のこの取れ高のなさが嘘のような展開をしていますので、ぜひ、そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。ちなみに騎士の方は早急のファフナーでございます。またそちらの方も近日中に公開されると思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それではまた近々セブンズ TV の動画上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。